トータルオーバードーズは、デンマークのデッドラインゲームズが開発し、アイドスインタラクティブが2005年9月に発売した、クライムアクションゲームである。対応機種は PS 2、PS2、XBOX、PC である。主人公であるラミロ・クルーズの父親は、麻薬取締局の捜査官だったが麻薬カルテルと、癒着している同僚に殺害され、同じ職場に勤務する彼の兄が、 事件捜査中に負傷してしまい、クルーズが代わりに、父親の復讐と事件の真相に迫ることになる。工業地帯、廃車場、マルコの住まいがある場所。武器ショップはなく、弾薬の補充は、ロストロス市内にある武器が入っている、自動販売機から入手するほか、敵を殺害した際に、彼らが武器を落とすので、それを拾うことができる。 火炎瓶初代、ブレイザーミッションや、フリーライドで見かけることができる。マリトーフコントロデリンクエントハビッツホカエンジェル、フッカー、イエニアルバリス、セザールモラーレス、パパムエルテ、サイモンプレスコットセカンドインコマンド、トラックドライバー、カルロスカリーヨ、トミー、ラム、エルネストダニエルイーモーラ・ジョンソン、モンタネス、フランク・ダービッツ・トラスト、エルブス、エージェント・ピアソン、 モンタネスに、ポール・イディング・フッカーに、クローディア・ベラルデ。ありがとうございます。